はい、皆さんこんにちは。本日はですね、バーチャルルートセッティングというのことでお伝えしてまいります。ですね、この前 YouTube で IFSC という団体のやってる、YouTube のチャンネルですね。まあ多分うちの動画見てる人で多分見てる人は絶対いると思うんですけど、ちょっとね、先が怖いですね。でこのバーチャルルートセッティングっていう、のをやっておりました。でね、英語のページなんで私はあんまり全部が全部分かってるわけじゃないんですけども、要はね、どういう動画だったかっていうと、すいません、英語のページなんで私の理解が全部できてはいないので、なんとなくの、解説になりますけど、まあこちらのねページを見てください。したらね、こう画面のそのコンピューターのソフトウェアでね、壁がこうあって、でこっちに、まあなんていうかな、いろいろこうコマンドというかですね、並んでて、でこっちにもこう、まあホールドとかがね、こうまあ並んでるわけですわ。で、こっちからドラッグ&ドロップでぐーっとこう、マウスとポインターをねぐーっと引っ張ってきて、パチッと置くと、まあこの辺にこうハリボテちゃんをつけようとかね、この辺にこの、ハリボテちゃんをつけようとか、ここに大きいホールドをつけようとか、ここはちっちゃいホールドをつけようとか、これをドラッグ&ドロップするとね、これができてくるとね、そういう動画だったんですよね。それがまあPC 上で、パソコン上で、できますよと、まあ、びっくりしましたね。はい、びっくりしました。あ、ここまで進んでるんだって思ったんですよね。で結局ね、今までこうセッターさんっていうのがいらっしゃって、自分もね、セットしてたんですけど、このハリボテねつけたりする場所を選ぶので大変なんですよね。こう大きい壁があるじゃないですか。で、ね、邪魔にならないところに色も考えて形状も考えて、ハリボテを例えばつけますね、つけます。で最初にね、ハリボテってつけていくんですけど、ね、こう四角いハリボテとかねつける。で位置決めたらもうね取りたくないんですよ。重いし危ないし疲れるし時間もかかるしね、うん、でこういうねバーチャルルートセッティングみたいなのがあれば、結局このなんて言ったらいいかな、この画面の中でそれをしておいて、でこの辺につけるっていうのを、まああらかじめこう計画しておいて、でそれでまあこの画面上でこう評価をしてね、でこれをまあ、これはつけるのはさすがにロボットじゃ無理、まだね無理なんで、まあ、人間がつけるんですけど、まあ、このね、例えば図があるだけでも全然こうやりやすいわけですよね。で大きいホールドとかも、まあ、取り外し面倒なんですよね。なのでもうこういうのでこうバーチャルルートセッティングというソフトウェアですね、まあ、ソフトですよね、ね、これがあれば、このねセッターさんというかですね、セットのお仕事、まあむちゃむちゃ楽にはなるんじゃないかなと思います。で多分ね、向かうところこれができてきたら、まあもうあるのかもしれないですけど、まあグレードとね、
まあホールドハリボテね、持ってるやつの種類ですね。あとまあ要素としては壁の形状ですよね。ね、まあ、それをね、まあ入力して、そしてまあ PC 上でまあ、ソフトウェアがね、こう AI がこう考えるというかね、指定するみたいな。そしたらもうこういう配置をねバーッと考えてくれてとかっていう時代はまあ来るでしょうね、まあ、間違いなくね。すると何と何が結びつくのかなと思ったら、まずこれをね合わせないといけないですよね。壁の形状、まあ形状角度ね、とあとこのリンクするのが結局ここでソフトウェアが支配するのかなと。結局のところはハードをソフトの方が主流になってやっていくっていうことなのかなと思うんですよね。でこのソフトウェアが使いやすくて、グレードにブレがなくて、面白いというふうなソフトウェアが勝っていくと、うん、だからハリボテが面白いとか実はホールドが面白いとかじゃなくてソフトウェアの、もしかしたらソフトウェアのこのグレードの適正さとか、あとはそのできた課題が、まあ、結構面白いとかっていうふうな。でこれどんどんこの、ソフトをね鍛えていくですよね。こうバージョンアップしてねどん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 していくと。でもうこの壁の傾斜とかね、まあ、そういうのも全部そのソフトウェアが決めていくと。傾斜とかねがこっちへ水晶の、形状みたいなやつを、この角度で指定した場合にこうなりますよというのソフトウェア側から、牛耳っていく時代が来そうだなと思いました。はい。で、そうすると、まあ場合によってはあと10年もいかないうちにこちらの仕事が減ってくる可能性はあるかもしれないですね。でハリボテとかホールドはなくならないけどこのソフトに対応したもうソフトウェアに対応した、ホールドハリボテっていう指定が出てくる可能性ありますよね、このソフトウェア会社がこのセットですよってやつを出してで、その壁の形状までその指定してくると、例えば120度で設定して、そういうこの壁の角度が例えば120度だったら120度、90度だったら90度で広さがこれだけ高さこれだけでホールドハリボテこれをポンと入力するとダダダダダダダッとこう指定の例えばここの会社のこのホールドを種類がこれとこれとこれがありますハリボテはこれとこれとこれの種類をここのジムは持ってますっていうのを入力したらこれが出てきてで課題とかもね、考えてくれるとかね色はこういうふうに合わせた方がいいとかね。あそうですねこれ 色もありますね。だね多分これだったら 色も多分合わせないと。いけないでしょうね、うん、まあそういう風になるのかなと、うん、でもうセッターさんの仕事は試しに登るだけとかね、まあそういう時代は来るかもしれませんね。ただ
多分試しに登るロボットはできない、できるのかな。うん、でも未来的なこと言えばそうはなってくるでしょうね。うん、多分この登りやすさとかそういうの、ハリボテとかのやつは数値化しようと思えば少しはできると思うんですよね。うん、ここの面のこのポジティブな面の係りはこれだけとかね、数値に直すってことやだと思うんですね。でそれでまああと微調整はセッターさんがするとか、まあ、そんな時代が、来るかもしれません。でまあね、そういう時代がやってくると、まあこのソフトウェアの値段がねむちゃむちゃ高いとかはありえる話ですよね。百何十万するとかね、そういうことは考えられるかなと思います。はい、まあそういった形で、まあ未来的にはね、まあすごいものを見たので、はい、まあこちらのサイトで、YouTube のチャンネルでなんかね、外国の方が英語で喋ってます。はい、ので、見られたらいいのかもしれません。ありがとうございました。